天命もこんな武器が開発できたらバルキリーが戦場に立つ必要がなくなるんじゃん。残念ながら不可能よ。天命も無人操縦で崩壊エネルギー兵器を開発しようとしたことはあるけど、全て失敗に終わった。まず無人兵器の崩壊エネルギー利用率はわずか 20%。 そして崩壊エネルギーが不安定なため兵器の物理構造が壊れ、兵器は1回と2回の使用で捨てることになる。とても経済的とは言えないね。天命の長い研究の中で崩壊エネルギーの容器コンバーターとしてバルキリーの体が最適だということが分かったのよ。崩壊エネルギーはバルキリーの体内でのみ安定した状態で保存できる。しかしその代償として媒体にされた人の体は崩壊エネルギーの侵食を受け続けることになる。寿命も縮み、若いうちに死んでしまうのだ。え？そんなこと知らなかったよ。まさかネゲントロピーのやり方の方が正しいの？ネゲントロピーの崩壊エネルギー利用率はずっと天命より低くて、大量の資源を投入しても利用率は 20% しかない。でも人間を媒体として大幅に使おうとはしていない。ネゲントロピーを創設した年寄りは天命より人情味のある人だったからね。まったく。この世界の景色、懐かしい。セイラと一緒に戦って。はい。A few moments later。一緒に戦います。ゼーレ、
団長、この後に付き合って。一緒に戦い、ブロニャ、C7 ゲートに着いたわ。パスワード XCVF 権限認証、ドアオープン。開いた、やった。ビルに入ってからはもっと注意しないと。ブローニャはあなたたちにビルの地図を送ります。メイネー様は3階の実験室の中です。ブローニャはその実験室のドアを開けますので早く向かってください。現在研究員がメイネー様を解剖し、そんなことさせない。安心して、全力で実験室に向かうよ。メイ先輩、助けに来たよ。この世界の景色懐かしい。やっはっ、隠れんぼだよ。一緒に戦い、ジークフリート。え、テレサ今なんて。ああ、さっきあなたの後ろ姿を見て、昔のパパと一緒に戦ってたの。もっとパパのこと話してよ。彼は大バカだよ。指揮に従わないし、一人で崩壊人の山に飛び込んでいくのが特に好きだった。自分の戦艦を起動するパスワードすらしょっちゅう忘れるような人なの。しかもスケベで、当時ハイペリオンにいたバルキリーみんなのお尻を触ってたの。お尻羨ましいんだけど。でも彼にもいいところがあって、今回はここまで。今はおしゃべりしている場合じゃない。約束ね。この程度怖くなんてないよ。見た、これは私たちの勝利。
5 minutes later. セイレ、みんなと一緒に戦います。この程度、サクレンボだよ。セイレと一緒に戦いたい。はい、that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. セイレ、みんなと一緒に戦います。セイレ、了解しました。準備完了。敵全員沈黙。これより帰還。